プエルタデイ・ウローパ・プエルタデイ・エウローパは、スペインの首都マドリードにあるツインタワー。ヨーロッパの門の意味である。マドリードを南北に貫く大通りカステジャーナ通りの北端近くにあり、通りに覆いかぶさるように二つのタワーが向かい合って立っている。高さ115メートル、26階建てのツインタワー。着工は1990年、完成は1996年。設計は、 フィリップ・ジョンソンとジョン・バーギー。二つのタワーとも15度傾いている。クウェート島市長の所有するビルであったため、トレスキオとも呼ばれた。現在はバンキアとリアリアが保有している。チャマルティニ駅の近くに位置する。チャマルティニ駅の西のカステージャーナ通り沿いには、マドリードで最も高いトーレカハマドリッドなど200メートルを超える超高層ビルが4棟建設され、 マドリードの新たなランドマークとなったが、独特のデザインが異彩を放つプエルタデ・エウローパは、今もマドリードを代表するランドマークになっている。マドリード州観光局、マドリード州観光局、ありがとうございます。